はい、ハリケンです。いつも動画ご視聴いただきありがとうございます。本日はですね、コットのねご紹介をしたいと思います。本日ねご紹介するコット、こちらです。こちらね、前に焚き火台の方を紹介させていただいたことがあるウルフヨックさんというね、あの五徳がすごい、ピコグリル風なんですけど、五徳がすごい焚き火台、前にねこう比較でレビューしたと思うんですけども、そのねご縁があって今回ですね、こちら商品提供いただきまして、こちらのコットの方もねぜひ使ってみてもらいたいということだったので、今日ねこちら持ってきました。ツーウェイコットということで、ハイとローがね切り替えられるねタイプになってます。ではね早速ね中身出していきましょう。私もねまだ中身出しておりませんので、まずね開封のところからやっていこうと思います。よいしょ、じゃん。こんな感じでね袋に入っておりまして、出しますとねこんな感じのケースです。ここにねウルフヨックさんのロゴがね入ってます。でケースの方はナイロンでですね、リップストップな感じに、ね、なってると思います。でファスナーの方がシングルファスナーで、持ち手がねこのようにねこうショルダーで長さ調節もできるようなものがついてます。これがあるんでね、こんな感じで肩からねかけて持つこともできます。ではね中身出していきましょう。中身の方が、あ、こんなね説明書も入ってますね。説明書、日本語のね説明書も入ってます。これはね初めてコット買う方分かりやすいんじゃないかと思います。では中身の方がですね、こちらがハイにね切り替える時の足ですね。足がこんな感じでね入ってます。こちらがねメインのポールですね。メインのポールを出しちゃいましょうかね。これねゴムで止められてます。でこちらもですね、それぞれショックコードでねつながれてますんで、このようにねはめてあげるだけ、非常に簡単にね設営することができます。これ先にじゃあ組み立てちゃいます。このようにね刺してあげるだけです。そしてこれがねコットの生地ですね。これ生地の方は600デニールのナイロンになってまして、あとねこのポールの方は A7050合金という風に記載がありました。でこちらがね足の方のねこのコットのメインポールにくっつけるねパーツですね。この辺はだいたいね何度かコットをご紹介してると思うんですけども、構造はねおそらく近いんじゃないかなと思います。こちらねまず形の方はね、このちょっと弓みたいになるように、こういうね弓みたいになるような形でこの足をはめてください。これもねショックコードつながれてますんで、このねコードつながってるところに刺すだけです。でこちらのこのロック機構に関しては、この丸いボタン式ですね、丸いボタンで押してあげるとこうロックが解除されて、これで、ね、はめ込んだらカチャッとねロックしてあげるタイプになります。これはですね、形としてはブルックリンさんのねコットと似てるんじゃないかなと思います。では残り2本もね出していきます。これでね今パーツの方が組み終わりました。サイドのポールが2本と足が3本、そして、ね、袋の中にハイモードにね切り替え用の足が入ってます。でこちらね生地の方を今回ね黒を選ばせていただいたんですけれども、これの他にですねベージュとオリーブの3色展開になってます。では早速ね組み上げていきましょう。生地の穴のところにですねメインのポールを差し込んでいくようになります。でこちらねちょっとこの生地のところでですね、このポールを入れるところ、このね頭の部分、あえてねこのロゴがある方をね頭の部分とさせてください。頭のある部分の方にこの穴があるので、こっちから入れるみたいですね。逆に足側の方にはこの入れるね穴はないみたいなので、頭の方から一方向で入れるような感じになるみたいです。足側の方までね奥まで入れたら、このね頭の部分をこのね紐みたいのがありますんで、これを持ちながらねこのポールをここにね入れてあげる感じになります。ではねもう反対も入れていきます。
メインのポールの方が差し終わりました。ではね、続けてこちらのね、足のフレームの方取り付けていきます。足のフレームの方はさっきね、見ていただいた通り、このボタンでね、ロックを解除して、このようにですね、した状態で、まずね、下からはめていきます。この下にはめて、そしてね、この上のところにこう入れてあげて、あとはね、手首の原理ですね。これでね、真ん中が組み終わりました。そして両サイドね、全部で3本足がありますので、同じ要領で足をつけていきます。ロックを外して、下をはめて、で上を入れる。最後もう1箇所ですね。はい、これでね、コットの方が完成しました。ちょっとね、今葉っぱとかついちゃってますけど、これでもね、今ね、触ってみた感じ、かなりね、張り感は強そうですね。でこちらちなみにですね、このローモードですと高さが17センチ、ハイモードにしますと38センチになります。で重さの方がこのローモードの状態で約 2.2キロ、ハイモードにしますと約3キロの重さになります。耐荷重は150キロという仕様になっております。ではね、ちょっと寝転んでみましょう。あ、結構張り強いですね、これね、しっかりしてますね。なるほど、あ、結構硬いな、かなり固めですね。あとね、コットでいきますと気になるね、ギシギシ音、こんな感じですね。かなりね、音はねしない方なんじゃないかなと思います。こう寝返り打った時にね、こんな感じでいかがでしょうか。だとね、このね、コットなんですけど、嬉しいポイントがありまして、ここにね、ポケットがついてるんですよ。でポケットもね、1個だけじゃなくて、なんと1箇所、2箇所、3箇所、4箇所もポケットがついてます。でこのね、外側に関しては少しね、マチもあるので、ちょっとしたものをね、入れとく。寝るときに、今ね、私これスマホで撮影してるので入れることできないんですけども、夜、キャンプで寝るときって、スマホとか、あと私メガネかけてるんで、メガネとかをこの枕元とかに置いとくと、いつの間にかね、落っこっちゃってどっか行って、私メガネかけてないとほとんど何も見えないんですけど、朝起きたときに、あれ、メガネ、メガネってよくなるんですよ。っていうときに、ここにね、入れといてあげると、どこに行ったかっていうのはね、わかんなくならないので、このポケットはね、ありがたいなと思います。しかもね、4つあるんで、スマホ、で、ここのね、街のあるところにメガネ、で、充電しながらここにモバイルバッテリーみたいな感じでね、様々皆さんね、いろいろ入れるものあると思うんですけど、そういったものをね、入れていただきながら使っていただけるんじゃないかなと思います。ではね、この後、ハイモードの方にね、切り替えていきましょう。ハイモードの方は、このようなね、足がついてますので、このね、足の、この穴のところにですね、差し込んであげるタイプですね。ここにガチャッと差し込んであげると、こんな感じです。非常に簡単です。外すときもこう引っ張ってあげるだけなので、よいしょ、こんな感じでね、すぐ外すことができます。なんでハイとローの切り替えもね、非常にスムーズにできるんじゃないかなと思います。はい、これでね、ハイモードの方に切り替えができました。こちらがね、さっきお話しした高さがですね、38センチになりますので、下にね、荷物を入れたりとかね、下の地面の状況とかにね、関わらず使っていただける高さじゃないかなと思います。でこの高さだとね、ベンチとして使ってもね、耐荷重150キロあるんで、2人ぐらいね、ここに大人が座ってもいけるぐらいのね、耐荷重になってますんで、ちょっとテーブルを置いてベンチ代わりに使っていただくなんていう使い方もありなんじゃないかなと思います。でここにね、こう寝た時にこのメガネとかをですね、ここに入れといてあげると、
朝起きた時にここら辺にね置いとくと、あれここだメガネがないってなっちゃうんですけど、ここねメガネここに入ってると分かってればね、すぐに取り出すことができますんで、こんな感じですぐにね朝起きた時に活動することができるんじゃないかなと思います。ちなみにね、最後になりましたけれども、こちらウルフヨックさんのこちらのね2ウェイコットなんですが、お値段が撮影日2月の26日段階ではAmazon 12,980円なんですけど、なんとね5000オフのクーポンが今ついてるんで、実質7980円で買えちゃうんですよ。7980円でこの2ウェイコット買えるっていうのはかなり皆さん良くないですかとちょっと思いました。ただねこれ使ってみた感想としては、何個かねちょっともしね次作り直すんであれば改善していただきたいなと思う点がありまして、まずね若干組み立ての時、ここね入れる時に若干力がいります。まあ、とは言っても思いっきりギュッとやんなきゃいけないっていうことはないんですけども、多少ねちょっと力がいるかなというところと、あとねここのメインのポールを生地に入れる時に若干ね入れづらいんですよ。途中この穴のところでこうポールがね抜けちゃってこう入れにくくなってしまうので、もう少しねこれできるのかわかんないんですけど、ここの下の部分とかを裏側ねもうちょっと生地を奥までやってもらうと、こちらのねポールをこういうね下の方を這わせていくと、こっちのねこの穴から飛び出ちゃうことが少なくて、もうちょっとね入れやすくなるんじゃないかなと思うのと、あとねできればこれ片側からしかねポールがこっちの頭側からしか入れられないんですけど、できればねどっち側からもね入れるようになった方がいいんじゃないかなと個人的には思いました。ただですね、さっきお話しした通り値段がこれ今ね実質7980円で買えるので、色もねカラーバリエーション3色ありますし、値段をね考えたら文句はね言えない値段ではあるんですけれども、この辺のねこのポケットとかすごくね便利に使えると思いますし、これからね初めてコットを買うという方のね選択肢の一つにね入れていただいてもいいんじゃないかなと思いました。それではね本日はこちらのねウルフヨックさんの2ウェイコットご紹介させていただきました。気になった方はね概要欄の方にリンク貼っておきますので、ぜひチェックしてみてください。それでは本日の動画は以上となります。よろしければチャンネル登録とグッドボタン押していただけると嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さようなら。